というわけで皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。今回はチャプター3の B 面をやっていくよ。なんかもう見てわかる通りチャプター3のステージをとんでもなく難しくしたって感じなのかな。まだホテルに入る前なのに地面がないんですけど、これだからお客様も入らないで錆びれていくわけですよ。あっぶね、スタミナがギリギリだったな。でも関係なかった。やっとホテルの中に入れましたね。このうねうねしてるやつって動かなければモヤモヤ出てこないんだね。てっきり時間経過で出てくるものかと。にしても難しいな。これまだ最序盤の技では。あっぶね、これ落ちるやつかよ。今度は壁を移動してる感じか。これ最初のところ以外足場ないんだな。足場になりそうなところは全部塞がれてるし。惜しい。いやー、なんとか突破できたね。今度はあの緑の宝石を取りつつ右に行かないといけないわけだけど、モヤモヤの動きが厄介だね。左右に動く、上下に動く、左右に動く、これをくぐり抜けないといけないわけだ。まずこれ上に行くまでが難しくないか。なんとか突破って言ってる間に死んだわ。このバネ意外と見にくいから急に飛んで死んだ感じになるんだよね。個人的にびっくりするからやめてほしい。今最後死ぬかと思ったよ。これ地味に一番最初の足場に乗るのがめちゃくちゃ難しい。
こういう壁しかない配置って何が嫌かってスタミナが切れるまでに奥まで行かないといけないことなんだよね。ゆっくりしてる暇がない。よし、意外とスタミナ余裕あったのかな。ここは足場がある分案外余裕があるね。じっくり攻略してこう。上側にさえ来れたら案外楽だったね。今度も足場は一応あるけど、動きが速いからめちゃくちゃタイミングが重要な感じするなぁ。あ、うんだ。なんか序盤に比べて足場がある分楽に感じてしまう。攻略時間はほとんど変わらないんだけどね。この壁を動いてくるのが結構苦手。壁キックってなかなか精密な動きができないからな。めっちゃ緊張した。これ右側の方で死んだらまた最初からやり直しだったからね。そしてまた壁キック系か。もうこのステージ突破したら壁キックめっちゃ上手くなってそう。よし、なかなか壁キックも上手くなってきてるんじゃないか。で、これスタミナ足りなくなってくるタイプのやつか。スピード勝負だね。惜しい、結構頑張って早く動いたつもりだったんだけどね。危ねえ、落ちるバネって早めに気づけてよかった。
やっと壁キックじゃないところ来たな。これは完全にタイミングを見計らってダッシュする感じだね。これも一回で落ちるやつかーい。おっと、行き止まり。あ、これで上に行けるのか。あ、出てくるのね。ストーリーとかなかったからてっきり登場しないものかと。ちょうど避けるような穴があるな。これ踏むとダッシュができるようになるけど、この技術がこの後必須とかになるんかな。タイミング地味に難しいから結構怖いんだけど。おっと、これ B 面を入手した場所のギミックか。うへ、そういやこれタイミングが合ってないと足場にならないんだったな。これがゴールか。グッドカルマ、転校。あ、一応ゴールなのね。よかったよかった。いやあ、めっちゃ難しかったなこれ。でもとりあえずクリアできたのでよし。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。